駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。それでね、これ本も書いてます。日本懐かし10円ゲーム大伝です。でね、今回はというと、こちらの3ワイン製の両替マンなんですけど、こちらの両替機ね、100円と500円と1000円を受け付ける仕様なんですけど、しばらく前からね、500円玉を入れても戻ってきちゃうようになっちゃったんですよ。入れても入れても戻ってきちゃうっていう感じなんですよね。で、ホッパーが空なわけでもないし、100円入れるとね、ちゃんと10円玉がね、10枚出てくるような感じなんで、今回はね、原因を調べて修理っていこうっていう感じですね。ではね、まずは症状の方確認してみましょう。それでは症状の方確認してみましょう。まずはね、100円ですね。100円のはね、ちゃんと受け付けるんですよ。入って、ね、ちゃんと10円玉が出てきますね。こぼれちゃいましたけど。で、問題の500円ですね。500円入れると戻ってきちゃうんですよね、この辺の逆口に。何度入れても戻ってきちゃう。で、両替機的にはこれね、ランプがついてるんで、100円も500円もね、受け付ける状態なんですよね。だけど、500円でも戻ってきちゃうと。で、これちょっとね、中開けてみましょう。中開けるとね、こんな感じでね、セッターが入ってます。で、これね、よく見るとね、これ、ブロッカーちょっとがですね、この青いやつ。これが電磁石で、このバーを引くと入る状態なんですけど、これね、バーがね、離れてますよね。500円の方。こっちがね、500円なんですよ。で、こっちが100円なんだけど、これ100円の、これね、ちょっと前に部品があって見にくいですけど、100円の方はこれね、電磁石がちゃんと作動して、このね、ブロッカーがね、引かれてますよね。隙間から見ると。これだけどね、ブロッカーが離れてるんで、これはいくらね、500円入れても入らないですよね。で、このブロッカーがなんで存在するのかっていうと、これ、例えば、両替機が電源入ってない時とか、あのね、これ500円入れられたら戻さなくちゃいけないじゃないですか。電源入ってない時に入れられたい時とか、あとお金を受け付けてホッパーでお金払い出してる最中は、次の入れられても返却しなくちゃいけないんで、そういう時はね、両替中、要はホッパーで払い出し中は返却しなくちゃいけないんで、そういう時にね、リリースしてお金を戻す仕組みなんですけど、これ今受付中なんだけど離れちゃってんで、これはちょっと問題ですよね。本来はこれちょっとね、割り箸で操作しますけど、こういう感じで、こうやって今、カチャって、これ、こういう感じで、こうやって引いた状態だと500円入るんですよね。だけど、これじゃあね、いくら500円入れても入んないですよね。なんでね、これ、セレクター時代の問題じゃなくて、このね、ブロッカーを制御してる、途中のね、ハーネスか、あとね、コネクタか、基板がね、どっかに不具合があるってことですね。なのでね、ちょっと原因を調査してみたいと思います。それではいつものようにね、このテスターを使って、故障箇所をね、絞り出したいと思います。まずはちょっとね、ハーネスからですかね。もう一回差し直して電源オンと。基板のね、コネクタを一遍外して入れ直し。これでもない。もう一本ハーネス、ことは基板かな。この両替機ももう30年、そうね、平成の頭の1回だから30年なんで、まあ、基板が壊れてもおかしくないかもしれないですね。じゃあ地道にね、テスターで故障箇所探し出すしかないですね。この両替機、基板がね、
この奥にあるんで、ちょっとすごい面倒くさいというか作業しにくいんですよね。ちょっとね、今ね、基板で怪しいとこがね、あったんで、ちょっとね、これからね、ちょっとこの両替板のね、メイン基板を外して、ちょっとね、確認してみたいと思います。これがね、両替板のメイン基板ですね。こんな感じのね、CPU 使ってないですよね。全部ね、汎用 IC で組まれてますね。両替機なのにね、まあ、CPU 使ってるのかなと思いきやね、こういう IC だけで組んでるというね、これちょっとね、独特ですよね。あ、でね、今ちょっと調べたのが、このトランジスタなんて分かりますかね。ちょっと小さいんですけど、どう映るかな。このトランジスタ、これだ。これね、小さいやつ。映るかな、これ。このね、表面に D986 って書いてあるやつ。NEC D986 っていう。トランジスタ、この辺にね、同じのが3つ並んですけど、これが、500円セレクターのブロッカーを、制御してる、トランジスタなんですよ。これね、なんかね、テスターで、電圧測ったら、ホッパー回して500円を入れてホッパー回してる時も電圧が変わんなかったんですよね。で、これ、そうだ、こっちが100円のセレクターのブロッカーなんですよ。こっちのブロッカーは、100円入れると、ホッパーが回ってるとき、ブロッカーが作動してるときは、こう電圧が変化するんですよね。要は、ブロッカーを、作動させてるときと、作動させないときの電圧が変わるんですよ。で、こっちの500円のは、作動、要はもう、ホッパーも500円入れて回してもね、電圧が変わらなかったんで、多分ね、これが怪しいと思うんですよね。あ、で、これね、後ろ見ると、これわかるかな？これ、結構黄ばんでるというか焼けてるじゃないですか。このトランジスター、多分ね、ブロッカー、要は電磁石なんで、ずっと結構な電流を流れてるんで、まあ30年も使い続けて、やっぱちょっとこれね、トランジスターが、焼けちゃったのかな。こっちはね、多分こっちのトランジスタ同じね、型番の D986NEC なんだけど、こっち後ろそんな焼けてないですよね。この3つは割と金属光沢の銀色してんだけど、ちょっとね、アップだと映るかどうかわかんないですけど、これだ。これちょっと黄ばんでるっていうか、この焼けてね、ちょっと茶色くなってますよね。わかるかな？これね。なんでね、多分ね、もうこれですね。
じゃあこれをちょっとね外してちょっとね部品交換したいと思います。じゃあねこれこの基板家に持って帰ってこのね部品を外して、部品交換してね動作確認してみたいと思います。チャンネル登録でござる。それではね、こちらの両替マンのメイン基板からね容疑のかかったトランジスタを外してました。ここについてましたよね、この3つ並んでる同じねトランジスタ。フラットはこんな感じになってます。ここからねハンダーを取って外してきました。で、こちらがね外したトランジスタですね。フォーカスなんかなあった NEC の D986、 これがね外したトランジスタですね。でねやっぱこれね後ろ見ると怪しいですよね。これやっぱ焼けてんのがどうしてもねこれね、まあ、これトランジスタはトランジスタなんですけど、パワートランジスタって言って、まあ、大容量のね、まあ、電流なんかを流すんで、まあ、どうしてもねブロッカーなんかずっと、まあ、電流が流れてんでやっぱ負荷がかかってね焼けちゃったんでしょうね。まあ何にしてね30年も前のものなんで、まあ、ずっと焼けてたらまあねこういう感じでねまあ負荷がかかって焼けちゃったってことですかね。でこれねうちでちょっとねストック探したんですけど同じ D986 がなかったんですよ。で同じねまあ同じというかまあ定格的には、同じかほぼ大きい方のねまあ使えるだろうっていう、パワートランジスタ探して持ってきました。これね D1667 ね、こういう感じで、まあ、これもねパワートランジスタといって、まあ、大容量のね電流なんか流せるタイプなんでね、まあ、これが使えると思います。ただしねこれね、定格は同じではあるんだけど、これ下に書いてありますけどトランジスタってね足が、ベースコレクターエミッター左から BCE って書いてあるじゃないですか。足に役割があって、左からベースコレクターエミッターっていうね足がね決まってるんですよ。でこれ何が問題かっていうと、こちらね BCE 左から BCE なんですけど、もともとついてたこれ D986 はこれね BCE に対して ECB なんですよ。足がねちょっとね違うんですよね。これちょっとマジックで書いたんですけど、だこのままの向きでつけちゃうと、壊れちゃうんで、これねまあ裏技というかまあ知ってる人ならね知ってると思うんですけど、同じ向きじゃなくてこれ逆向きにねつける作戦いきたいと思います。そうするとこれ同じ向きでつけると BCE なんですけど、これね ECB にしなくちゃいけないんで逆向きにつける作戦、そうすると ECB になるんですよね。なのでこの基板もともとねこういう風についてたじゃないですか、この表面ね。なんだけどこれだとねエミッターコレクターベースが逆になっちゃうんで、あこれねほらここに E って書いてあるこれエミッターの意味なんですよね。でこのトランジスタはここがね、ベースコレクターエミッターなんでこれ逆にしてやる。これでエミッター E になってますよね。エミッターコレクターベースなんで、これでねハンダ付けしてねちょっとね動作確認してみたいと思います。それではねこちらの新品のねパワートランジスタをハンダ付けしていきたいと思います。でねこれハンダ付けするときにこれ裏面にするとね落ちちゃうんで、これねこうやってセロテープでねこうやって仮止めしました。こうするとね繰り返してもね落ちないんでね、じゃこれでハンダ付けしていきましょう。でねこれ前回も登場したこれねハンダ固定、これ私がね中学の時の技術課程の時間でね作ったハンダ固定をね未だに愛用してるというね、物持ちがいいね。でハンダ付けいきます。ちょっとハンダのノリが悪いか、入った。3個目、こんなもんでどうかな。うん、OK。
OK でしょう、ね、こういう感じで、こういう感じでね、フリーハンダゴテできました。ちょっとね、ちょっとこれが、ちょっとここがね、少ないか、こだわっちゃうんですよ、私ね、こだわり派なんで。まあ同じな、同じというか十分なんですけどね。裏に流れちゃってんのか。ああ、裏に流れちゃってんだな。これ。ああ、こっちに流れちゃったから少なかったんだ。なるほど。じゃあ、これで十分ですね。じゃあ、足切っちゃいましょうか。これね、ニッパーで、パチン。パチンと。パチンと。ね。これでね。足も切りました。ハンダゴテゲームね、 OK です。じゃあね、お楽しみのね、動作確認行ってみましょう。いいのでござる。さあ、それではね、この新品のトランジスタにね、交換した両替マンのね、電気板をね、本体に取り付けて運命の動作確認ですね。いやー、でも今回はね、あれだけ部品が焦げてたんで、まあ80%、もう逮捕状が出てるレベルと言っていいんじゃないかな。まあ電圧も測って動作がおかしかったし、トランジスタ自体もね、あんだけちょっと焼けてたんで、まあ多分これで治ってるでしょう。まあでもここのとこね、亀さんウサギさんでね、ちょっと治んない状態が続いてんで、結構ちょっと自信をなくしてるんですけど、でもこうやってね、あの一部が動かないとか、なんかね、特定の動作を繰り返すとか、そういうのって結構ね、絞り込みやすいんですよ。例えばほら、500円はダメだけど100円は動くとかね、そうすると絞り込みやすいんですよね、原因が。うさぎさん、亀さんは全く動かないっていうので、ちょっと絞り込みが難しいんだけど、こうやって症状の絞り込みができるやつはね、結構壊れてる場所を探しやすいんですよね。あとある程度動いて、終えるとかね。なのでね、コネクターも入れました。ね、さあ、じゃあ運命の動作確認、電源入れます。これね、今電源入ったんで、これ100円の方も500円の方もブロッカーが離れた状態ですね。これがね、引かれれば修理完了ってことです。じゃあ運命の電源投入いきます。じゃあカウントダウンいきます。3、2、1、電源オン。お、引いてる。500円の方も引いてますね。これわかるかな、これちょっとアップにしてみようか。ほら、500円の方もブロッカー引いてますよね。これわかるかな。これ多分ね、これ500円払い出すとね、ほら500円今手動で払い出してんだけど、離してますよね、カチャッカチャって。これだけ今手動で、ちょっとアップになっちゃってるか。でもカチャカチャね、500円ブロッカーが動いてんで、これ治ったんじゃないですかね。じゃあね、実際お金を入れて、あ、アップになっちゃった。500円を入れて入るかどうか確認してみましょう。じゃあね、500円玉、これを入れて500円がね、500円入って100円玉が出てくれば修理完了ってことです。じゃあいきます。入った、もう入りました。ちょっと今ね、あった。いやー、これちゃんとね、500円が入って、ちゃんとね、100円がね、5枚出てきました。そしてね、まあ、さっきも見た通りね、このブロッカー、これがね、ちゃんと動いてました。動いてます、問題なく動いてます。ということでね、やっぱりこのトランジスタ、さっき外したやつ、
いいですね。このトランジスタが焼けて壊れたってことがね、確実になりました。いや良かったですね。いやさっきも言った通りね、ほんとこ神さんの斉川さんがね治んなくてちょっとねへこんでたんだけど、やっぱねやっぱこうやってある程度動いてくるとね絞り込みもできてね、まあ故障箇所を探しやすいってことですね。あとやっぱね CPU 使ってなかったんで、やっぱね作りが単純なんでね、そこも追いかけやすかったですからね。ということでね、今回のね、両替マンの500円セレクターのねブロッカーが動作しない件のね基板の故障修理完了ということでね、いやーよかったです、ね、今回の動画ね面白かったね、グッドボタン押してもらえるとね私のねモチベーションが上がって、またね次はやっぱね亀さんうさぎさん直さなきゃいけないですね。ということでね、今回の動画は以上です。次の動画もね、見る方にチャンネル登録お願いします。それでは、バイナラ、ランナー、ヒバ。じゃんけんタイムでござる。いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン。バイ。